カラーインクとペン万年筆と文字インクとは顔料、染料を含んだ液体、ジェル、固体で文字を書いたり表面に色付けするために用いられるものである。油性、水性などの種類がある。インキという表記もあり、これは明治期によく使われたが、やがてインクが一般化した。技術用語としては現代でもインキは正式に使われるが、用語によっては インクジェットなど定着している表記に揺れがある。日本や中国で古くから使われている炭もインクの一種である。油性インクは長時間未使用のまま保存するとインクが固まってしまう。水性インクは保存には優れているが水に濡れると滲んでしまう弱点がある。近年はボールペンやプリンターなどで水性顔料インクが多用されている。 長期の保存に耐え、水に濡れても滲みにくく手についても水洗いで落とせる、などといった利点を持っている。初期のインクは、鉱物や種子、豆などのからイカのような海洋生物から取られる、天然染料が主なものであった。炭は、黒色で、アジアが発祥である。墨色紙インクは、古来の図面に多く用いられた。ウォルナットインクは巨匠たちの名作にも使用されたと。 考えられるが、その証拠は存在しない。もしウォルマットインクが使用されたとすれば、それはすぐに退職したと考えられる。顔料インクは顔料を溶剤に分散させたインクで、印刷面に顔料が付着することで印刷が行われる。顔料インクは比較的耐水性に優れ、屋外用途などに多用される。ジェル状インクは摩擦、耐水性に特に優れている。 染料インクは染料を溶剤に溶かしたインクで、顔料インクに比べて、多くの色を作り出すことができる。印刷面に浸透することで印刷が行われるが、耐水性、耐、光性は、顔料インクに比べ劣る。印刷用のインクは顔料、中立ち剤、添加剤からなり、印刷素材や板の形式などから高粘度のジェル状のもの、低粘度の液状のものが存在する。 グーテンベルクが15世紀に活版印刷を開発したのに合わせて筆記用の液体インクとは異なった板に付着できる高粘度のインクが開発された。現在でも大量発酵を目的とした商業印刷において使用されるインクは高粘度のジェル状インクが多用される。近年では環境に対応したインクとして大豆インクが多用されており新聞インク。 平反インクの64%に使用されている。消えないインクは使用される溶剤の性質により、寿命が非常に短く、急速に蒸発する。インド、フィリピン、インドネシアなどでは、選挙における、不正行為を防ぐため消えないインクを使用した。インドの選挙委員会は、多くの選挙において消えないインクを使用している。インドネシアでは、アチェ州の選挙で使用している。 マリ共和国の選挙では、インクは爪に塗布された。墨と硯、筆およそ5000年前に、石の表面に、絵や文字を刻むための墨が、中国で開発された。墨は、油塩や硝煙と似皮の混合物で、固形の墨を硯で水とともにすりおろして、黒色のインクを得る。他地域の初期文明においても、植物の実や、種、鉱物から、 様々な色のインクが作り出された。インクは古代インドで、紀元前4世紀から使用され、それはいくつかの化学成分の混合物であった。カローシティ文字で記述された古文書が新疆ウイグル自治区で発見されている。インド南部においては、針とインクを使って文字を書くことは一般的であった。いくつかのジャイナ教の経典はインクによって記述されている。 インドでは、炭のススを骨やタール、ピッチなどを燃やすことで得ていた。古代ローマでは、ススやイカスミから得られた黒色のインクや、硫酸銅を含んだ革の黒染液、アスファルトを含むと考えられる黒色のワニースなどが、アトラメンタムと呼ばれて用いられた。エジプトのカリフ、ムイッズは手や衣服を汚すことのないペンを要求した。その要求に応えて953年に、 万年筆の原型といえるペンが開発された。15世紀に、ドイツのヨハネス・グーテンベルクが、活版印刷を実用化することに成功すると、それに適した新しいタイプのインクが開発されることとなった。当時、ギリシャ・ローマの筆記用インク及び12世紀に、開発された、硫酸鉄、木色紙、ゴム、水からなる2種類のインクが普及しておりこれらはどちらも、 反面に付着せず、印刷には適さなかった。結局、すす、テレビ油およびクルミ油からなる日常のインクが、印刷機用に開発された。1908年12月7日、日本の内閣は、公文書に、インキの使用を認めた。パソコンに接続して用いるプリンター用のインク。写真の例では、ブラック、シアン、マゼンタ、 イエローの4色が見えるボールペンが市場に広まるとともにインクをペン先につけて筆記するという用具手段は日常用の筆記用具としては珍しくなりつつあり従来のようにインクを壺に入れて保管し筆記の度ごとに筆記具につけて用いるという行為は廃れつつある万年筆は現在でも使われているが趣味用との使用がほぼ主流になりつつあるため 液体のインクというものを一般消費者が意識することは少ない。ホームコンピューティングの普及によりインクジェットプリンターを用いた家庭での印刷が一般的となり、プリンター用インクカートリッジの購入は50年前の消費者がペン用の補充インクボトルを購入するのと同じようになった。印刷コストを低減しようとする消費者はプリンター用 インクカートリッジに詰め替え用インクを用いようとするが、プリンタメーカーは消耗品である、インクカートリッジの売り上げで収益を得ようとするため、カートリッジに IC チップを取り付けて、使用回数を制限したり互換カートリッジメーカーに対して訴訟を起こしたりしている。ありがとうございます。